にはいさかいと悪意がはびこるようになった。なぜだろうか。村人たちが声を荒げ、互いを罵る様を見ると、胸が締め付けられるように痛む。俺は、領主になりすました俺は、どうするべきか。悪名高い詐欺師キツネならば、領主の隠し財産を持って姿をくらますか。だが、俺には譲れない矜持がある。一度騙し始めたなら、最後まで騙し切る。ならば俺は、村人を騙し切らねばならない。俺が演じたのは、善良な領主。皆が慕っていた領主は、あくまで善人であったと。行きます。まだ終わりではありませんよ。you